さんこんばんは。日和スタイリング、まめぐです。日和スタイリングチャンネルは毎週月曜21時3分でわかる骨格診断ということで、骨格診断の内容をわかりやすく3分でお届けさせていただいておりますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。今日のテーマはこちら、2021トレンドアイテム骨格タイプ別ショートブーツの選ぶコツ。綺麗めブーツでトレンドのままつま先が四角になったスクエアブーツ。ストレートタイプの方が選ぶコツは、固めのツヤありレザーのものを選んでみてください。ジャストサイズで縫い目があまり目立たないもの、シンプルなものが得意になります。ヒールはあまり太すぎないものを選んでいただいた方がスッキリと履きこなせますので、ぜひ試してみてくださいね。ウェーブタイプの方におすすめなのは、柔らかいレザーのものを選んでみてください。足首にしっかりとフィットするサイズ感のものを選んでみてくださいね。スクエアの部分が角が丸くなっているものを選んでいただいた方がバランス強く履きこなせますよ。ヒールは細いものの方が足首がキュッと細く見えますのでおすすめです。ナチュラルタイプの方におすすめするデザインは、底が主張するデザインのブーツを選んでみてください。太めのヒールの方が足とバランスが取れますのでおすすめです。足首にくびれのないデザインの方が足が細く長く見える効果がありますので、ぜひ選ぶ時のポイントにしてみてくださいね。シンプルなデザインでも縫い目が目立つなども一つ装飾になりますよ。カジュアル派の皆様におすすめなのは、底が厚底になったサイドウェアのチェルシーブーツ。厚底ブーツの場合に、ストレートタイプの方が一番注意するポイントは、靴の底が均一な厚みになっていることです。ジャストサイズで固めのツヤありレザーのものおすすめになりますよ。縫い目が目立たなくてつるっとしたデザインのものを選んでみてくださいね。ウェーブタイプの皆様は、選ぶときに靴底がつま先にかけて薄くなる底のものを選んでみてください。サイドのゴムは細めのものを選んでいただいた方が足にしっかりフィットして足首がキュッと細く見えますよ。フィット感のあるサイズ感と柔らかなレザーのポイントは一緒です。チェルシーブーツが一番得意なのはナチュラルタイプの皆様です。しっかり厚みのあってボリュームのある靴底を選んでみてくださいね。サイドゴアがしっかりと主張するデザインがおすすめです。足首にくびれがキュッとないものを選んでいただいた方が足とのバランスよく足長効果がバッチリ出ます。縫い目なのか目立つ装飾がついていても OK です。ぜひ目立つデザインのものを選んでみてくださいね。いかがでしたか？今回はこれからの季節に人気のブーツ2種類をご紹介させていただきました。ぜひあなたに似合うブーツ手に入れていただきまして、秋冬早めに一歩取り入れていただけるアイテムになりますので、ぜひ試してみてくださいね。日和スタイリングチャンネルは毎週月曜21時3分でわかる骨格診断ということで、骨格診断の内容をわかりやすく3分でお届けさせていただいておりますので、ぜひまた来週もご覧になってくださいね。毎週必ず見たい方、逃したのチャンネル登録のボタンからご登録お待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。